ミネアポリス・セント・ポールはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の21番艦。艦名はミネアポリス・セント・ポール都市圏にちなんで命名された。ミネアポリス・セント・ポールは1973年10月31日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクス・エレクトリック・ボート社に建造発注され、1981年1月20日に寄港した。 1983年3月19日にペニー・デューレン・ワーガーによって命名・浸水し、1984年3月10日に艦長ラルフ・シュナイダー中佐の指揮下収益する。ミネアポリス・セント・ポールは、艦名に都市圏の名が命名された最初の艦であった。ミネアポリス・セント・ポールは、ミネアポリスにちなんで命名された3隻目の艦であり、 同じくセントポールにちなんで命名された三隻目の艦であった。先代のセントポールはアメリカ海軍艦艇として第二次世界大戦において最後の砲撃を行った艦であった。ミネアポリスセントポールは砂漠の盾作戦に参加しイラクに対する攻撃第一人としてトマホーク巡航ミサイルを発射した。2006年12月29日、 ミネアポリス・セント・ポールは浮上航行で、イギリス海軍のデボンポート基地へ向かう途中、高天下のプリマス・サウンドにおいて4名の乗組員が、波にさらわれ、上級兵装長のトーマス・ヒギンズ、二等ソナーギ氏のマイケル・ホルツが死亡した。この事故の予備調査後、艦長のエドウィン・ラフ・チューサは懲戒処分となり、艦長職を解任された。2008年8月28日に退役した。 ありがとうございます。